6時おはようございます。社畜デザイナーのこてつです。目覚めたらベッドメイキングをしていきます。僕は手取り額が16万円でして、ギリギリの生活を送っています。今日は僕の暮らしの中の貧乏ポイントをお見せできればと思います。朝の飲み物を用意していきます。白湯を入れて一口飲みます。昔は2リットルのペットボトルの水を購入していましたが、水を買うお金すらもったいなく感じたため、浄水器を導入して水道水を飲んでいます。ペットボトルを買った場合は毎日2リットルは飲むので、1日80円で年間に29,200円はかかります。でもこの浄水器なら年間5,000円くらいで済みます。かなりコスパがいいのでおすすめです。味の違いも感じないので、僕には水道水で十分です。そしてプロテインも用意します。マイプロテインのプロテインを愛用しています。僕が知る限りこのプロテインが一番コスパがいいです。続いてコーヒーも入れていきます。慢性的に睡眠不足なのでコーヒーを断つことができません。在宅勤務の初めの頃は毎日2回はコンビニでコーヒーを買っていました。かなり痛い出費だったので、半年前からコーヒーメーカーを購入して自分で入れるようにしました。コーヒーメーカーはシロカという激安のものを使っています。豆から引けるコーヒーメーカーの割にかなり安いです。5,000円くらいで購入したんですが、壊れることもなく毎日活躍してくれています。3分ほどで美味しそうなコーヒーができました。いい香りです。6時10分、朝のドリンクをともにメールをチェックします。今日はまだメールは来ていなそうです。一安心です。では仕事を進めていきます。今日はパソコンでデザイン作業ではなく企画段階からの仕事を進めていきます。すぐにパソコンに向かうのではなく、企画をするときはこうやって紙に書いています。手書きの方がアイデアを生み出しやすいです。でもノートを買うお金がもったいないので、いつもコピー用紙に書いています。モレスキンとか高級ノートにアイデアを書きたいですが、あんな高いの使ったら気軽に書くことができないので、全くはかどらないと思います。いつか一冊数千円もするノートに気軽に書けるくらい身も心も豊かになりたいです。ちなみにペンは V コーンというボールペンを愛用しています。これはとても書き心地が良くて、アイデアがスルスルと出てくるような気がします。しかも、1本100円とお手頃価格です。10時、企画が一段落したら、別の案件のデザイン作業を進めます。このデザインは、土日の間にある程度進めておいたので、あとは微調整したり、追加案を足したりして、お昼過ぎにメールで送ります。13時、デザインができたのでメールを送ります。お腹も空いてきたので、そろそろ昼食を作ろうと思います。節約のために食事はほぼ自炊しています。在宅勤務になる前はいつも菓子パンや牛丼を食べていましたが、
それだと栄養も偏るし、食費もかかってしまいます。あの頃は1ヶ月の食費が5万円を超えていたかと思います。今はほぼ自炊となったことで、食費は3万円以内に収めることができています。お昼に作るものはほぼ卵料理です。卵は栄養が豊富の割にめちゃくちゃ安いので、社畜の暮らしには欠かせません。卵焼きができました。ケチャップをかけると何でも美味しくなります。ではいただきます。同じものを食べていても飽きないのですが、食事が作業になっているので気持ちが高ぶりません。食事中も感情は無です。ブラック企業に奪われてしまった食の喜びを取り戻したいです。13時20分、一瞬で昼食を食べ終えて仕事を再開します。今日はビデオ会議はないので、サクサクと仕事を進められそうです。僕の作業環境ですが、会社支給のノートパソコンをモニターに接続して大画面で作業をしています。デザインで使用するアドビ系のソフトも会社支給です。その中に動画編集のソフトもあるので、この YouTube の編集もそのソフトを使っています。会社で使えるものはとことん使い倒すようにしています。でもそれ以外のガジェットは自腹で購入しています。この32インチのモニターも自腹です。5万円しました。在宅勤務になったばかりの時に、仕事道具なので経費で購入できないか交渉しましたが、一切許可が下りなかったです。しばらくはノートパソコンだけで乗り切ろうと頑張りましたが、作業効率も落ちたので仕事が間に合わず、連日明け方まで働くという状況になりました。ギリギリまで追い込まれた結果、自腹で購入してしまいました。21時、あっという間に夜になりました。一旦霧のいいところまで作業が終えました。ビデオ会議がない日は集中して作業ができるのでありがたいです。お腹も空いたので、そろそろ晩ご飯を食べようと思います。ほとんど晩ご飯は作り置きのものを食べています。外食はしません。というか金銭的に厳しいのでできません。カレーやミネストローネを10合炊きの炊飯器で作って、タッパーで小分けにしています。今週は炊飯器でキムチ鍋を作ったので、今日はそれを温めて食べます。毎日違うものを食べたいという気持ちはありますが、食事よりも仕事を優先しないといけないので、食事は同じものにして時短しています。しかも大量に作ると1食あたり300円ほどで済むので、かなりの節約になります。21時20分。ではいただきます。在宅勤務になってからずっと一人でご飯を食べています。食の喜びどころか、人と一緒に食事を楽しむことすら忘れかけています。会社の付き合いでの食事や撮影後の打ち上げは昔はありましたが、最近はそういう機会も減りました。それに先輩や後輩とご飯も行かなくなったので、雑談をほとんどしていないです。最近は一人って楽だなってところまで来ています。いよいよ末期です。21時40分、キムチ鍋を食べ終えたので洗い物をします。
晩ご飯はいつもタッパーだけなので洗い物が少なくてとても楽です。タッパーは熱にも強くて保存容器にも使えて洗うのも楽で、しかも安く手に入るのでとても万能だと思います。ただ難点は見た目がみすぼらしいことです。このスポンジですが、ドンキで買ったやつをずっと使っています。半年くらい使い続けて色がベージュになっています。タッパーはカレーやミネストローレの色が染みついて落ちなくなってしまいました。日用品は限界まで使うようにしています。穴が開いたり崩れ落ちたりしないと交換しません。ここまで使い込まれて心なしかスポンジもタッパーも喜んでいるように見えます。21時45分仕事を再開します。朝に企画をしていた手書きのアイデアをパソコンでまとめていきます。あとは企画を説明するための絵作りもします。この作業が結構時間がかかります。説明するための絵を作る必要があるのも広告業界の悪しき習慣だと思います。正直アイデアが伝わればテキストだけでも十分です。しかし想像力が欠如しているおじさんが多いので、わかりやすく絵を作らないといけません。見てみないとわからないというおじさんが大量に生息しています。想像力や判断力の中枢は前頭葉が担っているので、そのおじさんは前頭葉が退化しているのかもしれません。でも絵を作っておいても説明中にスマホをじっていて全然話を聞く気のないおじさんもいたりします。デザイナーへの誠意のかけらもありません。明日の企画の持ち寄りはちゃんとアイデアを見てくれることを祈ります。25時、ようやく気味のいいところまでできました。あとは明日の朝にもう一度見直して追加のアイデアがあれば足そうかなと思います。クリエイティブは終わりがなく、どうしても自分で社畜に追い込んでしまいます。今日もなんとか終えたので、そろそろシャワーを浴びようと思います。在宅勤務になってからシャワーを浴びるのも生活の中のささやかな楽しみになりました。暖かさを感じることができるので少し心が穏やかになります。湯船には 2,3 ヶ月に1回しか浸かりません。毎日シャワーだけで済ませています。そしてシャワーヘッドは節約のために節水タイプのものに付け替えています。社畜生活に欠かせないアイテムです。25時15分すぐにシャワーを終わらせて髪を乾かします。ここで歯磨きもすべて済ませます。25時20分就寝前にメールをチェックします。代理店からメールが届いていました。どうやらまた緊急事態らしく、明日の朝にビデオ会議を設定したいとのことです。明日午前調整可能ですと返事をすると、すぐに返事が返ってきて、明日の8時からビデオ会議が設定されました。始業時間前でも会議が設定されます。みんな命を削って働いています。25時30分今日はまだ夜中1時半なので時間にかなり余裕があります。こういう日は寝る前に YouTube をゆっくりと見ます。
モニターアームにスマホをセットします。ネットフリックスとかフールーとかも見たいですが、月額が高すぎて社畜には手が出ません。その点 YouTube は無料で、これだけ楽しいコンテンツがあってタダで見れるのは本当ありがたいです。でも最近ゲーム実況動画を見尽くしてしまって、見る動画がなくなってしまいました。おすすめの動画とかがあればぜひ教えてほしいです。26時20分。この日は動画をずっと見ながら安らかに眠りました。動画を見ながら寝るのが社畜生活の中の唯一の幸せです。おやすみなさい。本日もご視聴ありがとうございました。